ここならゆっくり休めそうね。ねえ、光、ちょっといいかしら。何？改まってどうしたの？過去の記録を読み返してみたんだけど、私はあなたと訓練がてら何度も戦ってるじゃない。で、いつも私が負けてたみたいなんだけど。仕方ないわよ。かなりいい線まで行ってたけど、実力の差ってやつかな。で、それがどうしたの？いえ、それがね、記録だと一度だけ私が勝ったことがあるみたいなのよね。え？詳しいことは書かれてないのよ。でも天の聖杯に勝つなんてよっぽどのことじゃない。だからどうやって勝ったのか知っておきたいと思って。嘘よ。え？その記録は嘘。私は負けてなんかいないわ。嘘じゃないわよ。日記にちゃんと記録されてるもの。いつの話？どの勝負のこと？イーラ辺境のキャンプ地で演習の最終日の話よ。そんな事実はないわ。絶対嘘。私の記録が間違ってるっていうの？だってその戦いは無効のはずよ。無効ってどういうこと？あの時は霞と模擬戦をした後だったのに、あなたがどうしてもって言うから相手になってあげたのよ。だから勝負にはカウントされないわ。なるほど。負けを認めるのが嫌なのね。だから負けてないって言ってるでしょ。まったく子供みたい。大体他の勝負だって僅差で勝っただけでしょ。自慢になんかならないのよ。へえ、その減らず口もあなたの日記に書いてあるのかしら。言ってくれるわね。なんなら今ここで試してみる。ちょっと待ってください、二人とも。喧嘩はダメですよ。喧嘩じゃないわよ。そうよ、これは訓練よ。さあ準備をしなさい。長年の決着をつけてあげるわ。今度こそはっきりと私の方が上だって分からせてあげる。ちょっと待ってくださいよ。誰か二人を止めてください。私が嘘つきみたいな言い方じゃない。その通りじゃないの。その勝負は私が疲れてるところを狙って戦いを仕掛けてきたんでしょ。卑怯者としか言いようがないわよ。よく言うわ。いつもギリギリの勝負で接戦だったって書いてあるの。実力はほとんど拮抗してた。たまに私が勝ってもおかしくはないんじゃないかしら。ちょっと、なんでそんなことを事細かに記録してるの？その日記を貸しなさいよ。私が訂正するわ。やめてよ。私の日記に嘘を書かないで。何？何よ。二人とも喧嘩は良くないと思いますが。喧嘩なんてしてないわよ。怪我したくないならあっちに行きなさい。そうよ、これはスキンシップみたいなものなの。白子は黙ってて。カグチチ、今日こそ私の強さを思い知らせてあげるわ。光、あなたこそみんなの前で恥をかくことになるわ。あれはあれで仲がいいってことなんでしょうか。